もうプロとして甘んじてはいけないと思って、ギターの可能性ってまだまだたくさんあるんだなってことをみんなに知ってほしくて、2次元が3次元になってこうどんどんリアルになっていく、歌ってみたらだってボカロ P だったりとかっていうのはそういうことが自由にできて、ご紹介させていただきましょう、本日のゲスト必殺さんでーす。よろしくです。こんばんは、よろしくお願いします。改めて自己紹介お願いします。はい、グレーのギターやってます久しです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、もう久しさんが修理後に降臨してくださいました、はい、もうグレー、そしてエースオブスピードのギタリストとしてももうなんていうんですか、一流アーティストですよ。25年やってます。ありがとうございます。シンプルにお伺いしたいんですけども、なぜ OK してくれたんですか。はい、文化が好きだからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ネット文化、ひさしさん、これ、はい、興味持ったのはいつぐらいからになるんでしょうか。これ古くをたどると小学校の頃ですね。へえ、小学校の頃。あ、その頃はパソコン、マイコンブームでしたね。まだネットではなかったんですけども、ネット自体はですね95年か6年ですね。世に出てすぐもう自分取り入れていったっていう形なんですか、久志さんは。そうですね、まだこうパソコン通信とインターネットがまだ世に馴染み始めた頃というか、その時期にまあアナログモデルと一緒に買いましたね。もうここまでのお話を聞くと、まあ、すごく知的な情報を今いただけてますけど、じゃあどうやってニコニコに出会ったのかっていうのも伺っていいですか。ネットがだんだんこう世に出始めた頃って、割とこう混沌とした中で、2クリックぐらいですごい画像とか拾っちゃったりしてた時代なんですけど、でその時代って僕決して悪くないと思ってて、なんかクリーンになっていくよりも、もっともっとこうネットだからこそこう出会えるものだったりとか、そういったものがやっぱりニコニコには残ってるなっていう感じはすごくします。はい、今まで自分がアップロードしてくださった中で、これ今気に入ってるな、やっぱ気に入ってるなという作品伺ってよろしいでしょうか。やっぱり持ってけセーラー服ですかね。これはなぜ投稿しようと思ったのか、どういった気持ちだったのか、改めて伺ってよろしいでしょうか。やっぱりギターってどっちかっていうと生々しい楽器なんで、泥臭いというか、割とそういった音楽だったりに必要なかったりするんですけども、もし僕がメンバーでレコーディングメンバーだったらっていう、もしもシリーズですね。はい、夢を形に変えていただいて、いやーすごい。改めて今このタイミングで久志さんに言うことじゃないのはもう重々承知なんですけど、久志さんやっぱかっこいいっすわ。うん、かっこいいっすね。なんかこの曲の弾いてみたっていうのが、まあ、最初スラップから始まるんですけど、スラップってまあベースのいわゆるチョッパーと言われる奏法ですね。はい、それ僕この楽曲作るまでできなかったんですよ。へえ、あ、そうなんですね。そう、だからイントロでまずスラップにしようって言ったら自分で決めたのが、はい、やっぱりイントロから進まないと曲最後までいけないんで、上手くなりました。うわー、久志さんを育てた曲なんですね。あ、そう、もうその通りです。はい、なんかその僕らからすると降臨したもうプロがこの世界に来てくれたっていう夢のような動画なんですけど、もうその中でもご自身結構挑戦されてたんですね。いや、そうですね、やっぱりもうプロとして甘んじてはいけないと思って、うわ、なんかギターの持ついろんな音、はい、なんかギターの可能性ってまだまだたくさんあるんだなっていうことをみんなに知ってほしくて、一曲にいろんな要素を散りばめた曲ですね。久志さん、他の方の作品も結構ご覧になってると伺いました。はい、その中 で、まあ、はい、自分自身が今、あ、これ好きだな、印象に残ってるなっていう作品ちょっと伺ってよろしいでしょうか。やっぱり一番印象に残ってるのが、グレイの仕事と密着して見ていた、脱法ロックですかね。彼女はゾンビというとても変な曲がありまして、その曲、MV の絵を描いてほしいなと、お願いしたきっかけになった曲なんですよね。はい、あ、じゃあその動画というかその作品で出会って、ご自身 の、 もうそのグレイとしての活動につながっていってっていうところで。そうですね、直接メールを、あれなんだっけな、
フィクシブかなんかであの、ええ、メールアドレスがあったんで直接うわ夢広がるなもうねそのグレイさんといえばその5月病マリさんだったり結構いろいろニコニコで活躍するクリエイターの方々ともね一緒にお仕事されてますけども、はい、作者さんに連絡するにあたってじゃあどの作品の絵柄でいこうかみたいなのは、はい、メンバー内で結構相談した感じなんですかね。いや多分メンバーに言っても理解されないと思ったんであのみんな信じてもらっていいですので説得しました。でもさっきコメントだったんですけど久志さんからメール来たらビビるわってありますよね。やっぱりこれはあでも全然関係ないアニメの現場の方だったりとか映画とかそういったなんか今まで出会うことのなかった人がこう出会えるようなきっかけになったのはやっぱりネットであり、うん、SNS であったのかなというふうにも思ってますね。おお、うん、ありがとうございます。いろいろとその可能性というか、うん、もう出会いというかいろんな縁を深めてくださったそういうお話も今聞けております。で、はい、もう一つ選ぶとしたら何かありますでしょうか久志さん。これはこれも仕事というかね僕の趣味とあの結びついた作品なんですけども、はい、サヨコという曲がありまして、黒猫さんが、歌っていらっしゃるバージョンですね。これを聞いてこの曲がすごく何気ない日常を切り取ったすごくリアルな曲に聞こえて、もともとは初音ミクでしたっけ、はい、だったんですけども、なんかいろいろな歌い手さんがを聞いていくうちになんかこう2次元が3次元になってこうどんどんリアルになっていくっていうのを感じたんですよね。で黒猫さんはその後1曲僕がギターで参加したりとかっていうことにも発展しましたね。いやすごいクリエイティブな目線で久志さんはいろんな作品をご覧になってるんですね。うん、でも例えばそれが、はい、プロのミュージシャンで、ディレクターがいてレコード会社がいてじゃあこの曲をリリースしようってなった時にもっと派手な曲がいいとかもっとなんだろうなこうアカデミックな曲だったりとかこう今の世相を歌ってる曲がいいとかっていうことがやっぱりそこで跳ねられている曲はたくさんあると思うんだけど、でもこうニコ動のこう歌ってみたらだってボカロ P だったりとかっていうのはそういうことが自由にできて、